なんとなく歴史が学べる映像をお送りする戦国チャーハンテレビ。はいどうも、金塚くんです。さあ今回もやってまいりました、戦国チャーハンテレビの YouTube チャンネル。さあこのチャンネルではですね、現在東京 MX 他で放送中の戦国チャーハンテレビというなんとなく歴史が学べちゃう感じの番組があるんですが、そちらの番組をさらに多くの人に見て知ってもらおうという趣旨で配信しております。そして日曜日の配信の方では番組の人気コーナーであるミュージックトゥナイトから戦国アーティストを一組お招きしちゃいまして、トークはもちろん歌まで披露してもらっちゃいますよ。この日だけはこのチャンネルでしか見ることのできない内容となってますので、お見逃しなきようお頼み申しますぞ。あともしよかったらチャンネル登録の方もしていただけたりすると、金継ぐくん的にもありがたき幸せぞ。はい、そんなわけで今回お送りするコーナーはミュージックトゥナイトじゃ。天下の織田信長には小姓と言われる少年が多数仕えていたと言われている。今最も注目を集めるアイドルグループ、うつけ坂49。そのパフォーマンスで若者の心を捉える一方で、はあ、不仲説に相次ぐ突然の卒業発表。脱退します。メンバー同士の人間関係をめぐり、さまざまな憶測がメディアを賑わし続けている。一体彼らの活動の舞台裏で何が起こっていたのか。今夜全ての真実が明らかになる。僕たち、せーの。デビューから3ヶ月、人気は爆発的な上昇を続けていたが、メンバー内の人間関係は破綻寸前だった。おはようございます。何やった？なんで野球やってんだ。なんかケコバ急に狭く感じない？なんかしかもね、匂いよね。あ、なんか臭いね。すみません、ちょっと俺ら先上がりますわ。すみません。お疲れっしゃー。そして事件は起こった。本当に誰も見てねえの？マジでない。あちこち探したら見られないですよ。お前は最後思い当たる節ねえの？サル、どうした？何してる？ランマルの靴がないんですよ。お前がまたほら懐で温めてるんじゃないの？なわけないじゃないですか。見てないです。ランマルのステージ衣装の靴がなぜか見当たらない。もう開演20分前だぞ、早く探せ。靴ありました。どこにある？男子トイレのコスチュームの中です。誰かが隠したんだと思います。誰だよこんなしょうもないことしたやつ。重阿弥君だと思います。おい重阿弥、どこだ？はい。お前本当か？僕計画話してるの聞きました。本当です、すいません。ランマルのことをどう思ってるのかは知らんが、お前はグループ全体の足を引っ張ってんだぞ。すいません、もう絶対にしません。許せない。信長さん殴っていい？やめとけ。本人反省してるだろ。それにコンサート前に殴ったらグループ全体の足を引っ張ることになりますしね。てめえ調子乗ってんじゃねえぞ。おい、ちょっと待って、ちょっと待って、ちょっと。お前卒業だ。活動はこのコンサートまで、明日のテレビ出演で卒業発表してもらう。天下5の一人として人気を誇った前田利家が卒業。私、命をこと前田利家、今日をもって
ぶつけたか49を卒業します。翌日レッスン会場には前田利家の姿があった。もうメンバーではないんですけど、どうしても見学させてくださいって言って参加させてもらいました。さらに翌日にはそれじゃあ大丈夫大丈夫だ、あいつさ、レッスンに来る途中に弓矢で襲われたらしいんだけど、その矢が刺さったまま踊ってんのよ。もうあのガッツ見たら許すしかないよね。犬ちゃん、そんなに踊りたいなら復帰させてやるか。すぐ病院行ってこい、バカ野郎。こうして再びメンバーが揃い、再出発に向けて動き出した。だが、そんな彼らに最大の激震が走る。席取っていいですか？何？私、森蘭丸は、うつけ坂49を脱退します。蘭丸の脱退宣言、実は信長も事前に一切聞かされていなかったという。俺も聞いてないから。あいつは理想が高いんですよね。どうせパフォーマンスするなら完璧にやりたい。それがいろいろあって、このグループは本当の意味でもう一つになれないと思ったんじゃないですか。あと意外とランマルバカっていう LINE のグループ名を気にしていましたね。正直ああなると俺もお手上げ。特別扱いしすぎたのかもしれないですね。一方メンバーたちは蘭丸の突然の脱退宣言が行われたテレビ番組の収録後、メンバーだけで話し合いを行っていた。俺は蘭丸しかいないと思う。反蘭丸派のみんなどう思う？蘭丸なしでやっていけると思うか？あいつがいなかったらもはや別のグループだよな。うつけ坂49のセンターは蘭丸にしかできない。鍵を握ってるのはお前らだと思うんだよ。お前らがあいつにちゃんと話せば帰ってきてくれると思う。蘭丸をグループに呼び戻すため、これまで蘭丸と距離を取り続けてきた堀秀政と重阿弥が蘭丸を呼び出した。それから10分後。どうなりましたか？相撲で決めることになりました。相撲？はい、僕たちの気持ちは分かってもらえて、まあでも蘭丸君的にはまだ戻ってくる決断ができないっていうことだったんで、まあ信長さんの大好きな相撲で決めようと。まあ、僕と蘭丸くんが相撲を取って、僕が勝ったら蘭丸くんがグループに復帰する。じゃあ蘭丸さんが勝ったら？うつけ坂49は解散して、僕なしで新しいグループとして活動してもらいます。グループの運命は相撲の結果に託された。しゃーい、やってみよって。はっけーなかった。果たして勝負の行方は？はい、いかがだったでしょうか。ミュージックトゥナイトを見ていただきました。ついに前田利家くんが卒業させられた原因が明らかになりましたね。それにしても蘭丸くんの靴を隠すなんて、重阿弥くんも古典的な手段を取ったものです。今回はそんな前田利家くんと重阿弥くんについて少しだけ解説したいと思います。この2人、実際に因縁があったようで、重阿弥くんは利家くんが大事にしていた口蓋という紙を書き上げるのに使う道具を盗んだんですね。
しかもその口外は利家くんの性質、松さんが父親の形見を利家くんに送ったものとも言われています。そんな大事なものを盗んだ上に、十阿弥くんはその後もたびたび利家くんを挑発し続けたとか。そもそもブチ切れやすい性格だった利家くんはついに我慢の限界を迎え、十阿弥くんを切り捨てました。それに激怒した信長さんは利家くんを織田家から卒業させたわけですね。これ本来ならばこんな軽い処罰では済まないことやっちゃってるんです。でも柴田勝家さんや森兄弟の父親にあたる森義成さんが信長さんを説得してくれたおかげで厳罰してもらえたそうです。これが口外斬りと呼ばれる事件です。まっすぐな性格のヤンキーの生徒が陰で悪いことしてるやつ殴ったら退学させられちゃったみたいな感じですよね。本人はショックだったでしょうね。これにより浪人生活をすることになるんですが、利家くんは諦めません。勝手に戦に参加して手柄を上げることで信長さんにアピールし続けました。そして功績を信長さんに認められ、見事復帰を遂げたんですね。いやー、勝手に参加してみるもんですね。退学させられたヤンキーが勝手に学校に来て運動会で活躍したりしてもこうはならないですよね。はい、というわけで最後に一句。戦って勝手に参加できるんだ。戦ってそんな自由なんですね。今日あそこで戦あるらしいから、最近運動不足だし一汗かきに行くかみたいな感覚で参加できたりするんでしょうか。というわけで、うつけ坂49の方も相撲の結果が気になるところですが、本日はここまで。最後まで見ていただきありがたき幸せ。この動画が面白かったと思ってくれた方は高評価の方お願いします。